大河原宿大河原宿は、山梨県北杜市白州町大河原にある、江戸時代における、甲州街道の宿場の故障。現在も当時の旗子や、昇家の面影が忍ばれる街並みが残されており、日本の道百選の一つにも選ばれている。海の国の北西部、甲府と諏訪を結ぶ甲州街道のちょうど中間あたりに、あり、江戸、日本橋から40番目。 43里10丁余りの距離にあった宿駅である。江戸時代に甲州街道の宿場として栄え、本陣脇本陣と14軒の旗子を中心に宿内に、僧や数153軒が並び、宿泊と低層を機能していた。明治期以降の鉄道開通や最寄り駅の設置に伴って宿場としての地位を失ったが、現在も当時の旗子屋、 商家の面影が忍ばれる街並みが、街道沿いに約2トルにわたって残されており、昔から野号で呼ばれる家が多い。宿場の通りの中ほどにある酒蔵の北原家は、当時の木造建築がそのまま残されていた高層な構えの居宅としてよく知られ、1880年に、明治天皇の巡行の際に、安在所となった史跡の石碑もある。毎年9月23日には、 沿道の荒尾、田中神社で民族行事の古道の舞が奉納される。10月中旬下旬の週末に骨董品、クラフト作品や地元産の農作物の市が並ぶ大家原宿市が開催され、宿場の街道は多くの人手で賑わう。1986年8月10日に歴史性と親愛性を基準に宿場街、大河原宿の佇まいとして、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選ばれている。山梨県の北西部、北に八ヶ岳、南西に赤石山無役前衛の手法で日本百名山の貝駒ヶ岳などの2000メートル超級の山々に挟まれた八ヶ岳南陸の大地上の高原地帯の南に位置する。北に釜梨川、南に 貝駒コマを水源とする名水百選のお城川が西から南東方向へと流れ、両河川に挟まれた貸し団球の上にある。大河原塾から南に1トルほどのところにお城川と鎌梨川の合流点があり、対岸の岬には海富士見山系の一つに数えられる名称下水坂がある。大河原は古くは戦国時代に 織田信長が武田勝頼を追って、海の国を信仰した時にこの地に宿営したと伝えられている。大河原塾は以前から通じていた古道が、慶長6年に東海道に天馬制が定められた翌年から、他の四街道の宿液整備が順次行われていった際に、現那予年に宿受けが申し渡されたことに始まるとされている。宿内には大名や、 旗本、幕府役人が宿泊するための本陣脇本陣が置かれた他14件の旗子が一般旅行者の宿泊を受け持った。また低層のために常時、人足25人、馬25頭を問屋に待機させた他にも、大名行列など臨時の大通行の際に付近の助子を動員していた。衝徳元年の一般宿泊の基地温は主人一人35分。 召使い一人17分、馬一頭35分であり、打人は、二ら先塾まで四里を、荷物一打206分、人足一人102分、京来石まで一里14丁を、荷物一打49分、人足一人25分、新州の津滝宿まで、二里20丁を、荷物一打102分、人足一人49分と、公文されていた。甲州街道は、新州の高島藩、 高藤藩、飯田藩の三藩が、三勤交代での通行に利用したほか、将軍隠寮のウー茶を中仙道経由で、甲州街道を通って江戸まで運ばれたため、江戸時代は、宿場として栄え、大正時代中期頃まで、近代の商業地、交通の要衝であった。1九百四年に、中央本線が、富士見駅まで開業し、近隣を通過する形になったがこの時点では宿場に、 近い駅は設定されなかった。しかし、1918年に、最寄りの駅である、長坂駅が開業すると交通の中心が、鉄道に移行するとともに急激に推備し、さらに、大河原宿の南に並行して、国道20号バイパスが完成したことにより、商業と交通の要衝としての地位は失われ、大河原宿の現在は、地域の生活道路として、沿道に、王子の旗子や、 昇華の面影を残す古い佇まいの続く通りとなっている。ありがとうございます。